何か作りますか。綺麗に取れました。分解できました。
街中では無理だ。街中では無理だ。よく無事にここまで来れたな。リリスとあの獣にやられたのだ。私も危なかったが、リリスに見逃された。もてあそんでいるのだろう。今まで私が気づいたもの全てを破壊し見せつけようと。くそ、途中で妖輪を見なかったか。いや、まだ望みはある。リリスは止められるが、私一人では無理だ。手伝おう。奴は今どこに。砦の下に地下室がある。そこにアスタラスがいる。奴を殺したというのは嘘だ。ソウルストーンに封印したのだ。それしか方法がなかった。私は邪悪を封印するために石の上にエルドハイムを築いた。秘密を守りながらずっと奴を見張ってきた。町のみんなを守るためにな。息子も知らないことだ。今まで隠していてすまない。だがこれは誰にも知られるわけにはいかないのだ。そろそろ出よう。行くぞ。外で妖輪を見かけなかったら途中で探そう。最後に妖輪に会ったのはいつだ。エイリダのこと。リリスが砦を襲撃してきた。エルドハイムから送り出すよう護衛に命じた。セルフェイじゃなかった。護衛だったはず。急ぐんだ。妖輪の土を置こう。なぜ逃げなかった。騎士たちと共にリリスを止めようとしたかもしれない。拉致されたのでは。なぜそんなことをする。他に用はないはずだ。急がなくては。ここを通ればアスタロスのところへ行ける。you
方もアスパラスを求める。私もずっとそのことを考えている。君と同じく見当もつかない。二人にはつながりが強いですね。アスタロスはリリスの父親、憎悪の帝王、メフィストの守護者だ。それには時間がかかる。偉大なるアスタロス、煉獄の公爵ともあろう者が檻の中とは哀れなことよ。憎悪の巫女か。取引だ。招かれざる知恵の道を用意せよ。その代わり自由をくれてやろう。それとドナンの息子、やつの希望もだ。わらわの手を取り復讐をなすがよい。その望み叶え。妖霊は見えたか。ああ、リリスがソウルストーンで頭を刺した。妖霊すまない、ドナ。いや、まだ終わっていない。何を見たかは言うな。まだ時間はある。私を信じてくれ。大広間で待っている。仕方がなかったんだ。
ナフェインやエイリダと共に石を保護した後も奴の力は少しずつにじみ出ていた。そこで私は大聖堂に頼った。エルドハイムそのものがイナリウスの祝福を受けた巨大な封印石なのだ。邪悪を抑え込んでいる。あれは今となってはもうどうでもいい。裏切り者、僕も息子にあんなことを。一刻も早く妖灵を見つけなくては。望みが薄いのはわかるが、私は半生をかけてソウルストーンを研究してきた。あれの性質は理解している。アスタロスが息子の体を乗っ取るには時間がかかる。訓練の成果もあって、あの子は今も悪魔の力に抗っている。近くにいるはずだ。ケリガーかもしれん。罪なき者たちが焼かれればアスタロスが刺激され、奴はさらに激しく戦って支配し。リリスはアスタロスから望みのものを手に入れたはず。なぜここに居座る。ああ、わからない。ここでは無理だ。カイナ、ほら起きて。早く行かないと。あなたを置いていけないわ。
ように。息子が待ちわびているぞ。何？どこにいる？さあ見るがいい。気にするがよいアスタロス、わらわの用は済んだ。
ヨーリン。すまない息子よ。すまない。